それからさらにはネズミ。ネズミはブルース効果っつったかな。いろいろその研究者の名前がついてるんですけども、いずれにしても父親の子殺し。これはまあ頻繁に観測されます。もちろん過当な動物ほどですね、判断が未熟ですから、状況だけで子供を殺したりしますし、高等哺乳動物のお父さんっていうのは、ある程度状況を把握して子供を殺すと、まあ、いうことになってますね。ところが、こういうことが明らかになると、みんなの目が変わってきますね。やっぱり人間の知恵っていうのはこう思い込みですから、だからまあ、僕はアンチの人に時々言ってるんですけど、あなたそれ思い込んでんじゃないんですかと。よく考えましたって言うんですけど、なんかもう思い込んで反射的にね、わーっと言う人がいるんですけど、まあ、それはその人はその人でいいんですけどね。例えばね、そういう目で動物の世界を見ますとね、例えば熊なんかって他でもそうですよ。猿でもややそうなんですが、熊なんかを見ますとね、家族っていうのはお父さんいないんですよ、いつも。ライオンでもちょっとその傾向あるんですね。まあ、その傾向ある動物っていっぱいいるんですけど、例えば熊ね、熊ですと母親と1匹か2匹の子熊がいつも一緒なんですよ。これが家族なんですね。人間でいう家族なんです。お父さんいないんです。基本的にはですね。で、大体住んでるところも水辺ですね。水辺なんかで餌を取りながら、母親と子供が一緒に家族として生活。それで、時々父親がやってくるんですね。で、父親がこう山の奥からこうやってきて、その姿を母親が、母熊が見ますとね、まず第一にやることは、子熊を隠すんですよ。お父さんが隠すんですね。これは、お父さんが子熊を殺すことに対する母親の行動なんですよ。それを避けるための行動なんですね。で、まあ、母親はお父さんを迎えるということになるわけですね。で、今、例えば、男性の育児休暇とか言ってますけども、まあ、そういうことを言ってる、そう、よく勉強してない政治家なんかもいるんですけどね。やはり僕は政治家なんかで社会的に責任ある人は当然ですけど、哺乳動物の父親の子殺しなんていうのはもちろん知ってて、それでその上でね、どうするかっていうことなんですね。ですからまあ、たまに家に父親がいるっていうのはいいんです。たまに家に父親。だけど常には父親はあまり子供に接しないっていうのが子供の正常な発達になるんですね。例えば、細かいことを言いますと、例えばエスカレーターに子供の手を引いてお母さんと2歳児とか3歳児がエスカレーターに乗ってるとしますね。そうすると子供はもうしょっちゅう後ろ見たり横見たりしてますよ。そうするとお母さんはちゃんと前見てなさい。危ないからねって。こういう注意をします。お父さんは普通は全然注意しません。手をグッと握ってるだけで、まあどっか見てんな。まあ子供も視野が広くなきゃいけないかなって全然違うこと考えてるんですね。こういうことの毎日の積み重ねだそうなんですよ。で、僕もいっぱい聞いたんですけど、あんまり細かいから、こういう時にお母さんはこういう注意する。こういう時にお父さんはこういう注意する。それで発達障害っていうのはお母さんに注意されて育った場合は怒らないんだけど、お父さんに注意されて育つと怒る。これはね、やっぱり僕のね、いろんな知識から言ったら当然だと思いますね。お父さんのおっぱいからは、こう乳首からね、乳首はあるんですけど、男にも。おっぱい出ないんですよ。これはこれだけはっきりした乳首があるっていうことはですね、かつては、まあ、試みたことはあると考えた方がいいです。これはね、学問的にはいろいろ説があって、こう勉強してみますと、必ずしもそういうのが、お父さんの乳首から昔お乳が出たことか、明瞭ではまだないみたいですね。だけども、まあ、通常の進化論から言えばですね、やっぱりお父さんも昔は、保育したけども、まずかったんですよね。それは、我が子を殺すぐらいですから、はずいんでしょうね。だから赤ちゃんもお父さんに抱かれてるとビクビクしてると。お母さんに抱かれてると、いくらわがまま言っても大丈夫だと。まあ、こういうリラックスの仕方も違うという見解もあるんですね。私も、そうだと思います。今のところ学問的にはそうだと思うんですね。いや、まだあやふやなとこいっぱいありますよ。だけども、今の一番社会的問題は、男と女が同じことしなきゃなんないからって、全然、人間が自然界の生き物であるってことを考えずにまず言うんですよ。そんなこと言ったらね、そんな対処交渉のことから最初から言ったらね、人間はなんで豚肉食べんのとか、
人間はなんで魚殺して食べるの、もともと命って大切なんだから殺しちゃいけないじゃないなんて、同じことなんですよ。つまり論理で考えたことと実際っていうのはね、相当離れてることが多いんですね。まあ、それをよく考えて、まあ、発達障害については、まあ、最後にもう一回全部のまとめをしますけれども、まず第一に、第一の原則は人間は生物だよ。動物だよ。動物の原理原則に従って、やっぱり子供を育てる必要がある。なぜ母親、女性が子供を産んでおっぱいをやるか。それにはちゃんとした理由がある。だからまとめると、妊娠期間と月10日。それちゃんと母親が注意をして子供を育てて、お腹の中ですね。それから1年半の授乳期間があり、あと、大体3年ですから、あと1年半のは、お母さんが主に保育する。ということを通じて、我々が子供を産んだ責任を全うする。ということですね。で、周りもそれを手伝うということが非常に大切じゃないかと思いますので、まず、良い子を育てるの1、2は、後天的発達障害、先天的発達障害について、まあみんなで考えてみようということであります。